村上影近は戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。小早川氏、毛利リシ父は野島村上氏当主の村上武義。永六元年野島村上氏当主である村上武義の次男として生まれる。天正6年の光月城の戦いに出陣し、その後は兄、元吉と行動を共にした。影近は小早川高影の下に属し、 高影が九州平定後の天正十五年に畜前と畜後の大名となると六千国を与えられて同格大人役となり、配下に日の傾向をつけられた。天正二十年四月から始まる文禄の役ではあり、元吉と共に吉川広家に従って朝鮮に都会し、同年六月五日のシュゲル、K、の戦いでは、 孫一志向が率いる朝鮮軍が、影地下が守る茂ゲの砦を攻めたが、影地下の軍は奮戦して、朝鮮軍を撃退した上で追撃し、数百人を撃ち取った。その際に影地下は負傷したため、テルモトは、翌6月6日に、影地下へ書状を送って、影地下の功を称賛するとともに、その負傷を心配した。さらに、翌6月7日にも、書状を送って、 恩賞として、銀ス5枚を与えている。また、ホイタモトキオも、同様に負傷した影地下を心配しており、テルモトと同じく6月7日に、影地下へ書状を送り、傷の養生が大切なので傷が痛むのなら、翌日の陣外で取り出に残って養生できるように、テルモトらに依頼する旨を伝えている。同年12月13日にも攻め寄せた敵軍を撃退し、 追撃戦で敵を打ち取ったが、この時も影近は負傷して、照本や元清から書状を送られている。文禄の役における、影近の功を知った、細川忠興や池田照正は、影近の武勇を見染め、家臣として誘ったが、影近は毛利元成以来の毛利氏の根性を理由として、これを辞退した。毛利モト小早川高影、堀田元清らは、 影地下の中世を喜び、今後も、いささかの投函もない旨を影地下へ伝えている。文禄四年に、小早川高景が隠居すると、養子氏の小早川秀明の家臣として仕えた。慶長を二年六月十三日に、小早川高景が死去すると、小早川氏を辞去して、八代島へと移り住んだところ、照本の昇兵を受けて、毛利氏に帰参した。慶長四年四月十七日に、 秋国の鎌狩り領土で戦国の地を与えられた。慶長5年、兄、元吉と共に水軍を率いて、八塚市の所領であった、阿波国のいの山城を降伏させた。その後は、照元の命を受けて元吉と別れ、毛利軍の一員として、あの津城の戦いや大津城の戦いに参加した。関ヶ原の戦いによって、毛利氏が傍聴に各国へ違法となった後は、 八代ろのうちで千五百国を与えられて、父、武義と共に移住し、もう年家五千種組の組頭となった。また、照元が提発して、総威源岸と名乗ると、影地下も提発して、序間と名乗った。慶長15年2月9日に死去、去年53。着難の八助が家督を相続したが、慶長18年に創生したため、次男の元信が後を継いだ。 ありがとうございます。